新クラスビーストということで、予備譜から弾いていこうと思いますと。これなんか強いのかな、どうなんだろうねっていう、かなりちょっと悩みポイント、今回のドラゴンに関しては弾く人ちょっとあんまりないんじゃないのかなって思うんだけどね、単体フォーグなのが痛いよこれ。全体フォーグだったらね、俺もね悩まず弾くんだけど、悩まず弾くんだけどとか言いつつゴミが出てるな今、本当にこれはひどいな。星3ダレイオス、これはあゼックですね、ゼックジャパン。桜のやばいやばいやばい、語彙がね絶滅しつつある、ボキャブラリーエクスティンクト。まあ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 、100に1回でもいいのが出れば勝ちなんだから、もう激辛なボックってみたいなこれ。ブーディカさん、ちょっとこれバグみがね増してきましたね。出るんでしょうか、出ないんでしょうか、なんかいいのが出たような、出てないような、最低保証やないか多分これ普通の10年やと。勘弁してくださいよ、竜道寺、メディアさんがね、ついてくるんだったら俺は嬉しいんだが、メディアさんは比較的、ライダーさんの方がいいかな。ライダーさん、メディアさんつって意味してわかんのかな。これは、辛いですなぁ。せめて、星5の概念レースぐらいでいい。と、ちょっと思いましたと。はい、次。ドラコーよりもね、ティアマトの方がね、強い気がする、俺は。だから、あっち引きたいよね、ティアマト。ただ、こっちであんまりにも沼ると、この一連ずつってやつのね、単発心が折れるんだよな。イーフトでもね、単発の時はね、ちょっと地獄だったかな。え？イーフト。アサシンか。ちょっとびっくり。え？こっちか。アサシンか。ロクスタって。はい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 。ゲット。ありがとうございますと。召喚に応じ参上いたしました。ロクスタです。これ、釘宮理恵だ。さあ、キノコを食べるのです。意識が高い界隈にもキノコは大人気。食べろ、話はそれからだ。これ釘宮理恵でよかったよね。いやー、ということで、あとはもうつつがなく、星5が出ることを祈りましょうと。読み込みがあってもね、概念瞑想である可能性があるからな。ちょっと待って、なんすかそのすり抜け、勘弁してくださいよ。ドレイクすり抜けって、うわ。過去にね、なんぼだったかな。4連続ぐらいすり抜けしたことあったんだよね。エドモン・ダンテスだ。あの時はちょっと地獄でした。はい。まあ、言うてもね、最低保証があるからね、今、丸腰真嗣君。やばい、丸子真嗣くんやばい。心が折れる。語彙が、消失していく。しかし、レイクすり抜けね。昔、スカサが弾いてるとき、オジマンが出て、で、すり抜けオジマンが出て、ってことがあって、なんだこれ、とか思うな。本当に、あれは心が折れそうになったよね。はい。でなんだ。ゼルエッチ。これね、ガチでね、リアルにあったらガチで強いやつよ、これ。まあ言うても、リムルは倒せないかな。こういう結果。ちょっと待って。今のとこ、どんな感じ？予備譜の数。じゃあ、あと10連か。こっちじゃなくて、こっちで弾いてみよう、ティアマトで。いずれにせよこっちもね必要だから。ブイーン。
何も出ないまま終わっちゃうんですか。いやー、え、女服いたなー、そんなキャラ。言うて FGO のガチャそんなにね、そんなにポイポイ出るガチャじゃねえから、モンストの方がまだ優しいよって言いたいんだけど、モンストの場合ね、1点狙いだと地獄なんだよね。0.4%とかだから、モンストは。それに比べたらまだ FGO はね、0.8だから2倍もあるんですよ。2倍しかねえのか。ああ、さくらん特製弁当。これは、読み込んだ？何が来た？くわ。くわ、くわ、くわ、くわ。やばいやばいやばい。これはね、何が？あんま、博打やないか、これ。ということで、こっからちょっと、引き直しだ。